うん、スタートちょっと出て狙ってたけど、そうですね、まあ、ね、ステージの方が外だったんで、ステージ取ってくれと思ったんですけど、めちゃくちゃスタート遅かったじゃないですか。で結局、まあ、後ろからね、後ろから一回押さえてですけど、はい、まあ、ちょっと、まあ、それも作戦の中にあったんで、うん、はい、で赤番で赤番で押さえて、はい、ちょっとアクシデント見えました？見えてなかったんですけど、おっとおっとお客さんの盛り上がりがあったんで、それで気づきました。なんか、はい、で、誠司さんがちょっと落ちちゃったっていうのは、あ、そうですね、後ろ見たらピンク色だったんで、うん、あ、さ、誠司さん落っこちゃったなと思って。あとはじゃあ龍馬さんのかましとか、まあ、かましに来てましたね。俺それ見えてなくて、完全に自分のペース入ってたんですけど、ここに来てようやく見えて、やべえと思って、うん、組み直しました2コーナーで、うん、まあ、それを合わせきれたっていうのは、あ、そうですね、合わせきれたのはもう自信になります。最後もしっかり押し切れて、そうですね、多分龍馬くんはもう俺の番手にはまった時点で抜きがなかったんでしょうけど、よかったです、1着取れて。記念自体久々だし、これ、はい、この制度になって、この制度になって初めての二次予選、うん、あ、二次予選も、二次予選も初めてでした。それがまさか準決勝上がれるとは。難関も今回いっぱいいるし、上がれば上がるだけチャンスも、ね、はい、もう僕はもう年齢も年齢だし、点数も点数なんで、あとはサポートに回るだけです。今季も一勝、あ、一着も、あ、そうですね、9勝目です、はい、まあ、ちょっともうそこだけはいつも目標にしてるんで、まあ、1番取るのとウィナーズデーっていうのは、毎年目標にしてるんで、また明日も頑張ってください、はい、明日も頑張ります、ありがとうございます。